メダンはインドネシアスマトラ島東北部に位置する都市である。北スマトラ州の州都であり、かつデリセルダン県の県庁所在地となっている。スマトラ島最大の都市で、人口規模から言えば、ジャカルタ、スラバヤ、バンドンに次ぎ、インドネシア第4の都市である。面積265平方キロメートル、人口約210万人。元々はマレー人の小村で、 都市としての歴史は比較的野菜。16世紀には村として存在していたものの発展し始めたのは19世紀後半のことである。オランダ領東インド時代、植民地創始国オランダをはじめとするヨーロッパ系の民間資本が東スマトラ一帯でタバコ、ゴム、茶などのプランテーション農園を開発した。メダンはそれらの商品作物の中心的集括地となり、 各種企業や政府機関も進出して、スマトラ島を東北部の中心地として発展したのである。また、プランテーションで大規模な労働力需要が発生したため、域外から多数の歌人、ジャワ人の移民労働者が東スマトラに移入,入した。その結果、現在でも都市の人口構成においては、家人、ジャワ人の割合は高い。明治中期から大正にかけて、 メダンには500から600人のからユキさんがいたとされ、マレー来院機構によれば、昭和初期メダンを訪れた詩人、金子光春は、かつてからユキさんがいた日本旅館に旅装をといたとの一説がある。1928年メダンに日本の領事館が開設されており、この時期に相当数の日本人がスマトラ島で活動していたと推定される。第二次大戦中は、 この石段の不評三連隊の司令部が置かれた。戦後国交回復すると1960年に領事館が再開され、1980年代からは、朝藩アルミ製錬工場建設プロジェクトに従事する日本企業関係者が多数滞在し、家族のための日本人学校も設置された。1989年11月4日に、市川市と姉妹都市提携をした。 熱帯雨林気候である。四月から五月はやや雨が多くなり、九月から十二月は非常に雨が多くなる。明瞭な寒気はない。インドネシア鉄道株式会社の支社が置かれ、メダンから鉄道が港のあるビラワン・パームオイルの集積地のランタプリパット、港町のトンジュンバライ・シアンタール・ビンジャイなどとつながっており、総延長は約三百八十キロメートル。そのほとんどが 貨物輸送で占められている。かつては、ビンジャイからバンダーチェまで続く総延長4 5 0トル7 5 0ト、mm、ルゲージの軽便鉄道、アチェ鉄道が存在していたが、1982年ゴルに運行を中止した。オランダ植民地時代の古い建築物が多数残されている。例えば、市庁舎、中央郵便局、給水塔などである。 市内の歴史地区には、スルタンの住居や1906年に建てられた大モスクなどがある。ありがとうございます。